ジョードプルは、インドのラージャスターン州の都市。州内で2番目に大きい都市で、人口は、約127万人。公用語は、マールワーリー語、ヒンディー語。旧市街の家屋の壁が青く塗られていることから、愛称、ブルーシティと呼ばれ、観光名所になっている。一年中、晴れた天気が多いためサンシティとも呼ばれている。ジャスワントタダー。ジャスワントシング2世の霊病。 ウマイドバワン宮殿。マハーラージャの王宮を改装したホテルで世界最大の指定とも言われる。現在も元マハーラージャだったガジシングが所有している。1475年、マールアール王国のラートール家のラオジョーダー王がマンゾールに代わる首都としてジョードプルを建設。長さが約1 0トルもの城壁に囲まれている城郭都市である。 ジョードプルの名は、ジョーダー王にちなんだもので、ジョーダーの町を意味する。大正交易の用地として栄えた。旧市街の家屋の壁が青く塗られ始めた時期は、不明だが、蚊やアリといった害虫を防ぐほか、屋内の気温を上がりにくくする効果があるという。ムガル帝国時代は、帝国の従属下に置かれたが、自治権は認められた。その後、イギリス領インド帝国時代も、 マールワール王国はジョードプル藩王国として存続した。ジョードプルを中心としたマールワール王国地域からマールワーリー商人がインドの諸都市に移住して商業や金融に活躍し、インド有数の商業集団に成長した。ビルラー財閥のビルラー家もマールワーリー商人の出身である。ジョードプルの旧市街を見下ろしてそびえるメヘラーンガル城塞。 1475年、ジョーダー王が創建した。創建以降も、代々、増改築されてきた。ブルーシティ。壁が青い理由は、外虫駆除のために、化学塗料を塗ったところ青色に変色してしまったため、元は、ライム色の壁である。ジョードプルは、タール砂漠入り口の町であり、西及び北は、タール砂漠を含み、南西は、大活地湿地に接する。 南西部を流れるルーニー川の過酷平野では、灌漑により小麦や麺花を散する。綿及び毛織物、化学工業などの工場が立地する。欠片の気候区分における気候区の砂漠気候にあたる。3月から10月までの期間を通じて、最高気温が40度以上であり、特に5月は最高気温が50度を超える。人気漫画、ワンピースのアラバスタ王国のモデルになった。 青い城西都市ジョドプール、ありがとうございます。